この動画は後編です。前編をまだご覧になっていない方は、概要欄から前編見れますので、そちらからご覧ください。ということで、本日は、りんちゃんのお話の後編見ていこうと思います。で、ちょっとね、本編に行く前にちょっとお知らせでございます。チャンネル登録者数が500人に到達すると、プレゼント企画を開催したいと思っております。イエイ。で、皆さん大好きな、優勝ナインスターをゲットできる、伝説のカード、iTunes カードとかですね、Google Play カードみたいなやつを、何名かに、まだちょっと詳しくは決めてないんですけど、まあ、何名かにね、プレゼントしたいなと思っておりますので、皆さんよかったらね、まだチャンネル登録がお済みでない方は、チャンネル登録よろしくお願いします。というわけで、早速本編、行きましょう。お、なんかかっこいいぞ、このシーン。おお、私は野球に奇跡を感じていた。どうしてあんなに遠い場所からこんなところまでボールを飛ばせるんだろう。ふふ、不思議ね。不思議だよ、野球ってすごいね。でも不思議を追求すればするほど、学べば学んでいくほど、そこには人体の限界が、論理の限界が。さあ、ということで、1年生が主体の練習試合ということで、次レイファちゃん初打席頼んだよ。レイファちゃん、おーい、試合中だよ。すいません、行ってきます。大丈夫かな。なんかふぬけてんな、あいつ。大丈夫なのかよ。リンちゃん、いけー、かましちゃえ。例えばこの試合を男子との試合だと仮定してみる。ストライク。球速は段違い、変化球の質も全く違う。男子の洗練された筋力から放たれるボールは、たとえこのバットに当てても、この腕では、女子の腕では振り切ることができず押し負けてしまうだろう。おい、何ビビってんだ、腰引けてんぞ。頑張れ。ガンガン振ってこう、打てない球じゃないよ。お、だから私がどんな論理を使っても手が出せるはずなんてなくて。ストライク、バットアウト。あれ終わっちゃったよ。何やってんだあいつ、最後ど真ん中だったぞ。ああ、消えていた。おい、リン、どういうつもりだよ。一度もバットも振らないで、ぼーっと突っ立って、すいませんでした。すみ、は？謝って済む問題じゃ。って、おい。お前、何泣いてんだよ。え？鈴木先輩。何？すいません。どう頑張っても、どう考えても、私は泣いちゃったよ。論理的に鈴木先輩や東雲先輩の野球を支えることができません。そう。スワがいつもそうっていうの。どんな論理をもってしても女子は男子にはかないそうにありません。それが私の答えです。東雲先輩に言われてようやく気がつきました。やっと分かりました。お前何言ってんだ？ソラちゃん、今はその口を出さない方が。私はもう東雲先輩のそばにはいられません。そんなん。すみません。どうなんのこんな、この後。謝るのはいいけど、私に言っても仕方ないことね。あなたの先輩は打席に立ってる。帰ってきたら自分の口で伝えたらいいんじゃない？はい、そうですね。そうします。なんだよ、何の話してんだ？なぜだろう、私はほっとしている。論理の矛盾から解放されて、頭が、心が楽になって。あ、打った。ナイスバッティング、東雲さん、走れ走れ。ファール。あーん、惜しい。東雲さん、ボール捉えてるよ。リン、リンさん、しっかり見ておいて。東雲さんはあなたの分まで戦っているのよ。
楽して打席を終えたあなたの分までね。ああ、なるほどなるほど。はい、というわけで第4話見ていきました。いや、なかなか重要なお話になってきそうですね。てかなってますね。うん、というわけで早速第5話見ていきましょうか。8月のシンデレラナイン。さあ、篠の目は打てるのでしょうか。球威はないけど変化球が厄介ね。球種が多くて的を絞りにくい。でもストライク。てんてんてん。篠の目先輩、なんで手出さなかったんだ。今の球なんか絶対見えてたと思うけど。篠の目さんは多分大きいの狙ってるから。へえ。春休みからずっと打球を遠くへ飛ばす練習をしてたから、絶対試合で試すと思ってたんだ。ファール。うん、合ってきてる。篠の目先輩は、ん？どうしてあんなにも信じることができるのでしょうか。信じる。次こそ。ふっ。くっ、ファール。おお、打った。やった、篠の目さん走って。ツーベースがいいとこ、何のために今日まで。せめてよし、よし、これならツーベースだ。篠の目先輩はあの時も。お、回想シーン。男子の投球を前にして堂々と、ふっ、ストライク。てんてんてん。くっ、ストライク。次よ、次。なんであそこまでまっすぐに。私でなくても女子が男子に勝てないことくらい、その答えにたどり着くことぐらい。篠の目さんも信じきれてるわけじゃないと私は思うわ。え？わからないまま走ってるのよ。は？嘘だろ？二塁行けった？行け。わからないまま。おお、篠の目走る。リンちゃんと同じ矛盾を抱えたままずっと、おい篠の目のこと見たれ。信じることなんてできないまま、苦しいままずっと走り続けているのよ。それこそ入部してから悩んで走り込みに没頭したリンさんと同じようにね。篠の目先輩はあんなにも苦しいことをずっと何年間も。ええ、きっとそうじゃないとあんな顔できないでしょう。野球をしながらあんなに苦しい顔するわけないじゃない。スリーベースセーフ。アウトかスリーベースか、どっちだ。お願い、セーフ。おお、やった、篠の目さんナイスラン。素晴らしいな。あ、終わる。はい、というわけで第5話見ていきました。まあ、篠の目ちゃんがリンちゃんに何かを伝えたかったのでしょうか。まあ、なんかそんな感じがしますけれどもね。いや、考えても答えは出ないもんは出ないですもんね。なんかそこを気づかせてあげれてるような気はしますけれども。はい、ほんならラスト第6話見ていきましょうか。8月のシンデレラナイン。レイファちゃん、もう一回回ってきたよ。いける？はい、はい、さあ見せ所やぞ。おいリン、さっきみたいなことしたら許さねえからな。先ほどはすいませんでした。行ってきます。今度は幽霊みたいになってやんの。わかんねえやつだな。さあ、篠の目先輩はあんな苦しみをずっと。ストライク。あ、またあいつ。篠の目先輩だったらこの試合を男子の試合に見立てるだろうか。いや、そうはしないだろう。篠の目先輩は目の前の球をずっと追いかけていたんだ。その球の先に何があるのかも分からず、ただひたすらに論理も常識も捨てて暗闇の中を。答えがない問題を抱えたまま立ち続けることがどれほど辛いことか、どれほど苦しいことか。集中。おー、いいね。集中、集中しなさいリンさん。
聞こえてる？私にはできるだろうか。論理と分析力を目の前の一級のためだけに。あ、かっこいい。打てると思うかじゃない、打つのよ。打てると思うかじゃない。あー、ほんでこのシーンか。いい話じゃないか。肘の角度、腕の振り、そして手首の動き、この投手の癖は把握できている。腕の角度がやや高い、これはスライダー。この投手の球はボール1個半だけ縦に落ちる。であれば力はいらない、確実に芯で捉えればそれで足る。打った。おー、レイホちゃんナイスバッティング。私に耐えられるだろうか。矛盾する存在であり続ける苦しみと、答えがないという呪いに。お、試合終わった。今日はお疲れ様。1年生のみんな、初試合良かったよ。うんうん、ゆっくり休んで明日に備えてね。あの鈴木先輩、今日はありがとうございました。私は何もしてないわよ。いえ、そのおかげで私は。ところで東雲さんとは話せたの？てんてんてん。ほら帰っちゃうわよ。今日のうちに何か言っておいた方がいいんじゃないの？はい、ちょっと行ってきます。いやー、いいね。ふう、世話が焼けるわね。先輩やね。先輩になったね。お、あー、困った顔した。なんなの、後ろについてきて。気味が悪いんだけど。あの、すいません。この距離ならどうでしょうか。はあ、距離の問題じゃないわよ。あの、すいません。その東雲先輩にお伝えしたいことがあって。はあ、一体何？これまでみたいな気弁だったらもう。いいえ。東雲先輩。東雲先輩。私は、私の論理では、私たちは男子に勝てません。苦しかったです。走って、そういう頭の中にある、考えてはいけないことを考えてしまうのは。でも私も苦しいけど、もう一回頑張ろうと思います。頑張りたいです。いいね。東雲先輩と一緒にグラウンドに立たせてください。東雲先輩と戦わせてください。お願いします。言ったで。もう逃げませんから。私は答えに逃げませんから。答えに逃げない。なるほどね。お願いします。勝手にしなさい。ふう、東雲。はい、というわけで第6話見ていきましたけれども、いやー、なかなかね、難しいですね。こうなんか考えてしまいすぎる人っておるよね、うん、いやし、答えの出ないものにね、立ち向かっていくのもなかなか大変ですよね。そう考えたら東雲すごいなって思うよな。うん。ということで、次はね、凛ちゃんはちゃんと同じグラウンドで東雲と戦っていくということを、決意表明しておりましたけれども。いや、いいですね。うん。いいお話じゃないか。こうなんか、先輩と後輩のお話いいよね。こうなんか、先輩は先輩でさ、ほら、先輩たちもさ、こう先輩らしくなってきたやん。鈴若とかさ、特に。うん、東雲もやけど。いや、いいですね。はい、というわけで、皆さんいかがだったでしょうか。もしよかったらね、このストーリーのコメントよかったら書いてください。お願いします。というわけで、一応あれやね、スカウト来てるよね。あそうや、このさ、国税調査のさ、なんかセカンド起用率トップ選抜スカウト、これなんかあれ、メンテナンス入ってたよね。順位が変わってるらしいですね。はい。で、こっち。りんちゃんのさっきのね、あの、力はいらないって言ったやつの、シーンが来ておりますよ、ということで、こんな感じになっております。はい、皆さんね、よかったら弾いてみてはいかがでしょうか。なかなかね、ちょっといいシーンやったから欲しいよね、これね。
性能的にはまあそんなにめっちゃいいってわけじゃないんですけど、まあそのシーン的に欲しいよね、うん、って感じです。はいはい、というわけで本日はこの辺で終わりにしようかなと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価の方よろしくお願いします。ツイッターもやってます。ツイッターは概要欄に貼ってますので、ぜひぜひフォローの方よろしくお願いします。そう、あのプレゼント企画もあのツイッターでやろうと思ってるのでね、よかったらツイッターの方フォローお願いします。というわけでまた次回の8月のシンデレラ9でお会いしましょう。以上、チョセミナミツイさんのチャスでした。バイバーイ。